はようございます。太鼓芸能集団鼓童の小松崎翔吾と鶴見龍馬です。はい、鶴ちゃんね、本日はこの2人でパーソナリティを務めてまいります。はい、お願いします。お願いします。はい、このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。はい、前回はですね、新年一発目ということで生配信でお送りいたしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。スタートいたしますよ、2021年ハートビートラジオ。はい、ね、今回はいつもの流れというかですね、本当にこのザ・ラジオという感じ で、 そ う、 です、ね。そういう形に戻りまして、ゲストを呼んでいろいろ聞いていこうかなと思っております。はい、じゃあゲストの紹介。そうですね、はい、どうぞ呼び込みしてください。今回のゲストは、はい、前回の生配信でも、はい、大人気。どうしたの、なんかもやっとしてるけど。大人気だったのかな。うん、大人気でした。はい、はい、それでいいんですよ。この人に来てもらいました。はい、どうぞ。皆さんおはようございます、新山萌えです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。萌えちゃんね、なんでそんな龍馬さん人気だったの、不満そうなんですか。いやいやいや、人気だったのかな。あのね、これね、から説明しますと、鶴ちゃんは今まで自分を推してきたんですけれどもね、なかなか、推さなくても人気の、うん、自ら推さなくても人気の萌えちゃんにちょっと嫉妬してるんですけれども、まあ今日はね、新山萌えちゃんの魅力たっぷり皆さんに、はい、伝わるような回になればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。行ってみましょうか。はい、それでは行きましょう。ハートビートラジオ。はい、オープニングからですね、つるちゃんの嫉妬心が満載の空気で、お送りしておりますけど、なすねちゃパーソナリティがさ、すねちゃったらさ、はい、進まないじゃんか。すいませんね。いや、まあ、はい、じゃあちゃん押していきましょう。お願いします。なんかもうこういうテストでやってますけれども、じゃあ萌えちゃん、はい、気を取り直してね、はい、今日の、テーマであります、はい、ところ行ってみましょうか、一緒にね。せーの、はい、今日からあなたも萌えちゃん推しということで、ありがとうございます。それ僕の企画ですね。いつまで拗ねてるんですか。僕が作った企画なんです。ちなみにね、これ言っちゃうと、あなたが今回台本担当してるんですから。それ言わないでくださいよ。でもちょっとこれ自分で言ってやるし、ね、龍馬さんちょっと恥ずかしくなかったですか、これこういう。今ちょっと自分で言っていじってる。俺のこと恥ずかしい。恥ずかしかったですけど、龍馬さんすごいですよ、やっぱり。龍馬はね、必死でね、必死で自分のことを皆さんに知っていただきたくて、はい、自分で企画したの、今日からあなたもつるちゃん推しっていう企画を、まあ、リスナーの皆さん本当に見てない方はぜひね、遡って見ていただければと思うんですけど。そうですよ、本当に自分から推したくからね。そうですよね。恥ずかしいわけがないのよ。そうですよね。自分でやったのは恥ずかしくないし、はい、まあ、今回翔さん言っちゃいましたけど、うん、僕がこの台本書きましたよ。うん、もうありがとうございます。そうなん、萌えの会の台本、はい、書いていただいて、この台本僕が書いたんですけど、はい、まあね、皆さんから前回生配信中も、うん、萌えちゃんのこともっと知りたいですとか、はい、コメント募集したら萌えちゃん推しですっていっぱい来たじゃないですか。はい、うん、それであとあれだよ、つるちゃんと萌えちゃんみたいな会が見たいって言ったから、見たいっていうのもあったんで、うん、まあ僕が台本ってことが先決まってたので、うん、もう仕方ないんで入れました。本当に不満そうな顔してるのがもう、うん、寂しい。リスナーの皆様と作っていくラジオですから、うん、皆様が萌えちゃんの話が聞きたいというなら仕方ないので、うん、僕の話ではなく萌えちゃんの話をします。仲良くしましょう。なんかさ、この自分の回もさ、あわよくばやっぱり鶴ちゃん推しの要素挟んでいこうって最初は思ってたと思うよ、鶴ちゃんもね。だけどまあリスナーの皆さんからのリクエストで台本担当っていうことですから、もうみんなが聞きたいって言ってるんですから、うん、それが台本のね、作るもののね、使命ですから、はい、欲しいものを届けていくっていうのが僕の仕事なんで、では改めて本日は今日からあなたもつるちゃん推しということで、新山萌えさんをゲストにラジオやっていこうかと思いますけど。いやいやいや、そういう感じでおかしくなっちゃってるから。あれ今気づいた、気づいた、今日からあなたもつるちゃん推しなのに新山萌えさんを紹介していくっていうのはちょっともう本当に、そろそろね、気持ち切り替えなさいよつるちゃん。ごめんなさい、真面目にやります。
いきますよ。はい、真面目にいきましょう。本当にもう。では、はい、お願いします。萌えちゃんね、はい、ということで自分をどんどん押していっていただきたいなと思いますし、聞いていただいてる皆さんにも、はい、やっぱり萌えちゃんのことね、少しでも今回は、はい、知ってもらって、はい、より舞台でね、よ何よりそうですよ、ね、舞台でなんかまた見に行きたいなとか思ってもらえるような、うん、ラジオにしていただきたいなと思いますけれども、していきましょう。まず最初はですね、自己紹介から、はい、お決まりですけれどもお願いします。はい、新山萌えです。埼玉県出身の22歳になりました。はい、はい、自分の年齢が分からなくて大丈夫。舞台で主に使う楽器が太鼓、はい、笛、盾ごとですね。あとは歌もちょっと歌ったりとか。歌ね、はい、はい、してま す, す、ね、うん、という感じです。はい、はい、あとなんか自分のなんていうの、アピールポイントみたいなありますか。はい、うん、アピールポイント、好きな食べ物。お、好きな食べ物。好きな食べ物は、はい、焼肉です。焼肉ね、これ前も言いました。あ、そクリスマス女子会でお肉が大好き。どんだけ肉好きなんだよみたいなキャラになっちゃうから、ちょっとあんま言わないあのね、姉さん方2人からね、はい、結構いじられてましたからね。だいぶキャラ崩され、うん、崩されかけたいやいやいや、キャラがむしろ出来上がったと僕は思ってますけれども。 お肉は、ね、もうハンバーグとかしゃぶしゃぶとかあるけども、焼肉が一番。あ、焼肉が一番好きです。韓国料理が好きなので。あー、言ってたね、韓国料理ね、はい、そこがベースにあんだ。そうです。なるほどね、はい、じゃあもう焼肉にメロメロであるとそうですね。よく食べる、ツアー中も焼肉。あ、行きます行きます。今はさ、なかなかね、外食するの難しくなったりとか、うん、まあ去年とかもね大変だったと思いますけれども、うん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 、なんかもし、はい、焼肉を取り上げられて、はいはい、お店でね、はい、お店でお店のもう行くなと、うん、あ、お店行くな、新山萌え焼肉食べるなと、はい、言われたらどうする。え、家でやりますこれは本当に好きだわ、ね、これは本当だわ。この前やったんですよ、家で。あ、家でやった、はい、女子寮っていう、女子寮住んでるんだけど。あ、今ね、自分が生活してるとこでね、はい、みんなであのフライパンをカセットコンロに置いて、おお、セルフで、もうセルフ焼肉、はい、意外と面白かったです、うん、ぜひね、はい、今度フライパンじゃなくてちゃんとこう網買おう。確かに確かに、七輪買っちゃいましょう。そうね、はい、ほんとそういうのでやったらより楽しいかもね。そうですね。あ、じゃあもう心の支えですね、はい、焼肉が、はい、あとは何かあります、好きな何かっていう。好きな、うん、好きなアーティストってあるんですけど。あ、アーティストね。あんまり、うん、この人っていうのはなくて、はいはい、なんかいろいろその時にハマった曲をひたすら聴くみたいな、うん、うん、あ、そう、はい、最近、じゃあ最近のトレンドというか自分の中でのこれ来てんなっていうのある。あの、マーヴィン・ゲイさんって分かりますか。マーヴィン・ゲイなの。ずいぶん渋いとこ行ったね。大好きです私僕ちょっと分かんないんですけど、その日嬉しいありがとう、マーヴィン・ゲイって名前出してくれてこれ今日ずいぶん話した。マーヴィン・ゲイについてあと30分話そうかあのソウルのね、はい、まあ、80年代70年代にいらした、もう本当に素敵な声の持ち主ですね。What's going on とかね、その人のいいですよね。レッツゲットイットオン。うん、レッツゲットイットオンね、うん、ひたすら聞いてます。あ、ひたすら聞いてる、はい、それまだまだ、ね、あ、それ違う、What's going on でしょ。あ、レッツゲリローの方か、はい、レッツゲリロー、あ、レッツゲリローの方ね。カモンカモンカモンの方です。あ、カモンカモンカモンの方か、わからない。つるちゃん、わからないが入りました、ね、はい、そうですね、いろんな、はい、これおすすめしたいよね。あ、そうですね、聞きたいです、翔さんの。いろいろ、マヴィン・ゲイさんもそうだけどなんで、きっかけは、きっかけ、あ、きっかけは、うん、YouTube で、うん、X ファクターっていう、はいはいはい、オーディション番組見てて、そこで出てた人がマーヴィン・ゲイさん歌ってて、うん、それで原曲聴こうと思って聞いたらもういろんないい曲いっぱいあって、もう素敵と思って、ずっと最近は。でもなんか静かめの曲が好きです。なんかこういうのふわふわっと自分ができる曲、なるほどね、うん、ギターだけとかのちょっとチルめのやつね、はい、ふわふわっと今羽ばたいてますけどラジオだからね、伝わるように僕が説明しますけれども、今、はい、手をパタパタとふわ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 しながら喋ってる、ふわふわっていう感じが好きなんだ。そうです。基本的にね、はい、じゃあ聴く音楽はちょっと緩めな感じで、はい、
なんか乗れるようなちょっとリラックスできるようなね、うんうんうん、音楽がいいっていう感じなんだ、はい、なるほどね。他に何かある？あとは私これが好きです、ハマってますみたいな。なんかさっきも言ったんですけど、やっぱ韓国が好きで、韓国ドラマとかが大好きです。はいはい、言ってましたね、韓ドラ。はいはいはい、韓ドラについてはもうそれこそ30分欲しいぐらいもうその時間じゃ足りないってぐらい。もう、あ、見てんの？私の、はい。あ、そうですか。好きです、まあ、いろん好きな人いっぱいいます、鼓動の中でも。韓ドラ、はい、ちょっと今ブーム来てるよね。はい、鼓動内でも来てますね。僕は結構萌えにも勧められて、うん、あのこれが面白いですよとか言われるんですけど、うん、ちょっと韓国ドラマについてはまだ食わず嫌いな部分があって見てないんですけ ど、ねうん、今メンバーみんなハマっていろんなの見てる、うん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 、あ、そうなんだ。なんか絶対これだけは見てほしいみたいな韓国ドラマ。いや、もうそれはもうネットフリックス、はい、あ、ネットフリックス入ってますか、リョウマさん？入ってないです。あ、それまずネットフリックス入ってもらって愛の不時着を見てほしいです。愛の、あ、タイトルは聞いたことある、はい、うん、めちゃくちゃ有名で、もうそんな面白い？面白いです。もう私泣きすぎて、もう一回止めました、あの見てる時にもう感情が追いつかなくて、はいはいはい、もううってなって一回止めて、ちょっと一回ごめん、この先ちょっと入ってこないから一回落ち着こうって言ったら一回止めるわけね。そのくらい、そんな泣ける、感情移入できる、泣けるんだ。泣けます。そこがすごく、はい、まあ、泣けないって人もいたんですけど、この音声ではあれ、まあ、私のちょっとまあ感情が人それぞれ、感情移入の、はい、はい、そうですね。なるほどね。結構そういうドラマとか見るの好きなんだね。じゃあ大好きです。あ、だからその韓国ドラマが好きで韓国料理も好きなの、うん、あ、そうです。どういう順番なのそれは？ドラマから韓国の文化とかっていうのが好きになって、あ、あ、やっぱり。でもやっぱずっともう小学生ぐらいからテレビとかでやってる韓国ドラマずっと見てて、うん、ありますね、ブームがね、来てますから何回も。そうですね、だからドラマを見てその中に映ってくる韓国料理がめちゃくちゃ美味しそうに見えて、うん、韓国料理屋さんみんなで一緒に行ったりとかして、うん、あ、いいなと思って、私高校生の時も韓国料理屋さんでバイトしてました、うん、あ、そうだったんですか、はい、あれ好きすぎてね。マックでもうバイトしてたんですけど、掛け持ち、掛け持ちしてました。うわ、はい、なかなかヘビーだね、頑張ってるねマクドナルドと韓国料理、食べ物ばっかで、うん、あ、じゃあ、まあ、やっぱ食べるの好きなんだね。食べるの好きです。何食べると何、はい、ストレス解消みたいになるわけ？ストレスっていうか幸せホルモンがすごい出る。はい、もう、あ、美味しいってなってる時間は結構好きです。いいですね。萌えってすっごい食べるよね。量？量、なんか僕の印象だと、うん、すっごい飲むし、すっごい食べるのが萌えっていうのが。すごい飲むとか言わないでくださいよ。今日オス回ですよね、私。そう。いや、でもそれ長所でしょ。長所でいいんですか、これは？あるジャンルに。よっては長所ですね。長所ですよね。なるほどね。長所ってことにありがとうございます。よく食べ、よく飲み、よく泣く子ですね。にやまもえちゃんというね。そういうことにしてもらって。なるほど。なんていうか、やっぱ感受性豊かなんだなと私見てて思いますよ。本当に。そうやってなんかいろんなことをこうキャッチして、うん、これが演奏につながってるはずです。お、ありがとうございます。そう、私は信じてます。ありがとうございます、うん、だからなんか、うん、今度からね、舞台で萌えちゃん見る人たちはね、はい、はあ、マックと韓国料理のバイト掛け持ちして泣けるみたいな、韓国ドラマ、うん、そうかみたいな親心でね、はい、見てもらえたらいいなと思いますけれども。ありがとうございます。はい、じゃあどんどん次の質問行ってみようかな。はい、萌えちゃん押していくということで、もっと押してっていうことが今ありましたので、うんうんうん、まあなんか鼓動、はい、との出会いみたいなところ、うんうん、まあ、コードに入ったきっかけみたいなところ聞けたらいいかなと思いますけど。ずっとあの幼稚園のカリキュラムの中に和太鼓があって、うん、幼稚園のカリキュラム、そうなんです。幼稚園に太鼓があって、お、そうなんだ。でそれをみんなでやるっていう時間があって、うん、そこからずっと太鼓はやってたんですけど、うん、幼稚園からってすごいの、ね、で、まあ、最初すっごい太鼓が嫌いで。あ、そうだった。はい、うん、もう行きたくないって、お腹痛いとか言うタイプの、なるほど、はい、うん、でも小学生に上がるときに、うん、なんかやっぱりなんか、まあ、続けようかなって思ったんでしょうねっていう感じで、うん、そのまま小学生の時もやってて、うん、で小学校4年生かな、そのぐらいに鼓動の舞台を初めて見て、うん、はいはい、いや、それがずっと印象的で、はいはい、自分の中に残ってて、うん、で高校生で進路決めるときに、うん、やっぱ鼓動挑戦してみようかなと思っ
ったっていう経緯があります、はい、その鼓動を初めて見た時とかに、はい、なんかあここ絶対入りたいって思ったわけとかではないんだ。あそういうわけじゃなかったです。なんかなん初めてプロの太鼓を打ってる人たちを見たっていうか、うん、それが鼓動だったんだね、はい、なるほど。それがただ印象に残ってて、そこに入りたいって思ったわけじゃなくて、うん、そういう人たちもいるんだみたいな感じでした。でもだんだんそれでずっと鼓動の舞台を見に行くようになって、うん、あいいなと思い始めて、はい、ここに入りたいっていう気持ちも強くなって、うん、っていう感じですね。なんかそのさ高校を卒業するときに、まあ、進路で鼓動を選んだということだったんだけど、うん、なんか他に迷ったりしなかったの？他の進路みたいな。あでもなんか大学生になりたいみたいな。あありますね。みなが大学行ってみたいようですね、はい、大学で、はい、なんか勉強してみたいことあった？大学で特になくて。特になくだから気持ちだけな。もう、うん、遊びたかったんですか？大学生っていう、あこあるよね。あるいやすっごいわかるよ。なんか高校卒業組としてはなんかあれですもんね、うん、高校生で大学生見るとみんなすごい自由で楽しそうですもんね。なんかねいろんな意味でね、自分の好きなこうなんていうの自分で選べるみたいなところがすごくあって僕は憧れてたんですけど、でもなんか、うん、こやっぱ大学生になっても自分はやっぱ太鼓をずっとやってきたから なんか自分がずっと続けてこれたことが太鼓だったので、うんはいはい、なんかやっぱそれをずっとこれからもなんかそこで捨てちゃうのもったいないなっていう気持ちが、うん、その大学生にただなりたいっていう気持ちよりも強かったので強かったね、はい、鼓動を選びました。なるほど、それはね、はい、素敵な選択だったんじゃないかな。ですね、やっぱりね、うんはい、ちゃんと自分のやりがいを持ってるところに飛び込んでみた。だって厳しい道じゃない それでも来たいと思ったわけでしょ。そうですね、うん、そことなんか、はい、天秤じゃないけどそことそれをもってしてでも入りたかったっていうぐらい熱があったということですね、うん、いやこれなんかなんとなく鼓動を目指すみたいなこれ書いてあるんですよ資料の方全然なんとなくじゃないね最初聞いた時はなんか、うん、まあなんとなくみたいなそこで話しちゃうと、うん、ここで出てこなくなっちゃうので。あなるほどな、隠してたのね。隠してたのちょっとまとめました自分の中で。自分のまとまったと、はい、なるほど素敵ですね。結構熱い思いを持って鼓動に入ってきたということですけれども、うんはい、なるほどね、はい、で研修所経て、はい、2年間、はい、で準メンバー経て、はい、メンバーということで、うん、ざっくりでいいからどうだったここまで。でもじゃあ研修所生活どうだった、はい、あ研修生活はでも、うん、すっごい短くまとめたらどうなんていうこと。覚えてないです。覚えてない、ちょっと待って。えいやあの声いいことも悪いこともたくさんあるじゃないですか、あの研修所って。うん あるんですけど、はい、具体的に思い出せないんですよ最近。これについてすっごい考えてて、なんかエピソードとかないの？こんなことが起きたとか。エピソード多分話せばいっぱい出てくるんですけど、うん、なんか出るよ。でも何ですか、うん、本当に2年間あそこにいたっけみたいな気持ちになるんですよ、あの誰か分かってくんないから。そんなことある？なんか、なんて言うんだろう。分かる？分かります？なんとなく分かる？なんか僕は分かんない。早すぎて2年間がバーって走り切ったって感じだったから。なるほどね。なんかそっかそっか、だからこうねもう目の前のことに一生懸命すぎて振り返る暇すらというか思い出に刻まれる前にずーっと走り抜けたから、なんか誰かの話聞くとああそんなことあったみたいなこともわかるけど。なるほどね。でもあの2年間私ずっと日記つけてたんですよ自分の、はいはい、でもそれを見返すと、うん、なんか1ページずつなんかあこれはこういうことだったなとか、うん、あこういうこともあったなっていうのを思い出すんですけど、うん、あそれ見たら帰ってくるんだ。じゃあ思い出は、はい、じゃああれだね、やっぱりこう一生懸命型なんだな。そうです、ね、すっごい集中して頑張ってたんですよね、うん、ごめん昨日の晩御飯とか覚えてるよね？昨日は、うん、あはい、あれですよね、とんかつでした。とんかつでした。あれですよ、危ねえ危ねえ危ねえ。それも忘れてるとかだったらもう本当にちょっと毎日必死に行き過ぎてて心配になるところでしたけど、はい、何も覚えてない人も、うん、何も覚えてないね。よかったです。危ない危ない。いやなんかそうやってあの日記とかつけてるのってそういうこと、いいことあるよね。はい、そうやって振り返るときにまたそこで感じた深い部分のところも思い出すし、うん、今でも日記つけてんの？今でもつけてます。いいじゃないですか。たまに忘れるけど。たまに忘れるけどね。はい、でもなんか、うん、研修所にあの日誌があるじゃないですか、うん。あるね。あれをたまに研修所に行って見ると、うん、やっぱいいですね。なんかその日誌がある意味っていうか、うん、その時の研修生のためのものでもあるし、うん、なんか。振り返れるっていうか、確かに、なん
かそういういろんな先輩の日誌とかも見れるし、ね、はい、見れますよね。そうそう、あのね、リスナーの皆さん、はい、これあの日誌って今言ってますけれども、あの研修所っていうのは日直性があるんですよね。1年生2年生っておりまして、はい、で、1日のスケジュールとかっていうのをみんなに伝えたりとか、うんうんうん、まあ、はい、あの管理したりとかですね、こういう作業してほしいとかみんな仕切るその人をローテーションでこうやって回していくんですけど、はい、その日の1日の終わりにその日直さんが今日あったこと、今日感じたことっていうのを、まあ、自分の言葉でつらつらと綴るっていう、僕で言ったら28期ですけれども、その期にね、うん、日誌みたいなのができて、はい、まあ1年間で7冊ぐらいまでいくかな、はい、人数によってあれですけども、1年間だったら 5冊とかじゃない、5、4とか、うん、2年間でだから7冊とかかな。そうですね、なるよね、はい、それがね今も研修所に残ってるんだけど、うん、いやー面白いよ、面白いいろんなこと書いてありますね。本当に今ね見返すとね、あ、こういうこと思ってたんだとか、はい、歴代の先輩のやつ見てもすごい面白いし、うん、なんか人間を感じるというかですね、はい、みんなもがいてたんだなっていう日誌、うん、なんかそういうのもちょろっとあたまにね紹介したりするんよ、古道の、あのホームページとかでも日誌の内容ですか、うん、日誌の内容とかっていうのを、まあ、でもそこでの言葉が一番、まあ、いい意味で生々しいというか、うん、みんなの思い詰まってるから、うん、まあ、書き残すってのは大事だね、はい、まあ、忘れちゃうぐらい一生懸命に生きてるということで、今もなんかそんな感じ研修所出てからも、研修所出てからも、うん、まあ、あ、でも研修所出てからの方が鮮明に覚えてる、覚えてますね、舞台立つようになって、ちゃんと行った場所とか覚えてる、覚えてますよまだ分かった、はい、そこ行きましたっけとか言われても困りますね、大変だよね、いやいやいや忘れちゃってたら、てなるほどね、 OK、 なんか思い出に残ってる舞台とかある、やっぱ初めて立った舞台は、はい、覚えてますね、初舞台ね、初舞台、あとはワンアースツアーの初舞台と、うん、本当に古道としての初舞台両方覚えてますね、うんうん、古道の初舞台は、古道の初舞台はあの新潟の佐藤と、佐藤さんとのコラボ、新潟ね、はい、新潟の太鼓グループの皆さんとのコラボレーションの小編成だったかな、ともひろさん、はいはい、元文さん、はいはい、私の3人です、3人すごい3人だよ、強烈なデビューじゃないですか、めちゃくちゃ緊張しそう、めちゃくちゃ緊張して、しかも歌のドソロとかもあって、あ、そうなんだ、もう今見たくないって感じですけど、でも、うん、やっぱあの時見た景色とか気持ちとかはやっぱ覚えてますね、うん、まあ、大事に持ってんだねそれはね、はい、なるほど、もう押したいとこ大丈夫ですか押したいとこ、もう、まあ、とりあえず思い出話になってきちゃったよ、思い出話になってきちゃった、はい、じゃあここからは、はい、せっかくなんでもう SNS のリクエストフォームから、うん、SNS とか、うん、SNS や、はいはい、リクエストフォームはいはい、はい、から来ましたリスナーの皆様からのメッセージや質問に答えていってもらいたいと思います、はい、いや、ありがとうございました、今回もたくさん の、はい、あの質問やメッセージやね、リクエストフォームの方にもいただきまして、はい、ね、答えていきましょう、はい、パッと答えていただこうかな、何がいいかな、では、あ、うん、太鼓以外の職業だったら今頃何をしていましたか、お、美容師ですね、美容師、お母さんが美容師なんで、あ、そうなんですね、美容師かっこいいなと思ってて、太鼓じゃなかったら自分は多分美容師だったなって思ってますね、その高校生の進路決めるときに美容師なろ、はい、専門とか行こうかなっていう考え、あ、それも考えてました、考えあった、はい、なるほどね、なるほどなと、です。なんでそんなに色が白いのですかという質問が来ています日焼け止め塗ってます違うよ、そういうことじゃないじゃん、あ、まあそういうことか、日焼け止め塗る、冬でも、冬でも塗ります、冬でも、それは何、あ、やっぱ白さっていうのは、はい、あ、でも白けりゃ白いほどいいっていうこと、あ、そういうことですよね、女性の皆さん、そうなの、ね、いないんですけど、あ、そう、はい、やっぱり白さっていうのは美しさにつながっていると、はい、でもやっぱ研修所の時は全然もうそんなこと1ミリも考えてなくて、うん、舞台立つようになってやっぱそういうの意識し始めました、うん、やっぱスキンケアとかはもうしっかりと、はい、しっかりしっかりとしっかりと、うん、しっとりと、はい、しっとりとしっかりしっとりとしてると、はい、ね、僕さ今日あの座ってるのさ、僕一人に対して二人で並んで座ってるじゃんか、はい、なんかずっとこのグフグフ二人で笑ってるなんか面白いですよね、うん、面白いの、何が面白いの、いや、なんか、うん、独特のこのうふって喋る感じ、なんか見ててこっちも面白くなってあれ笑顔になっちゃうよね、こっちもね、そうですよね、ちゃんと進めてよ、あ、ちゃん、ちゃんと、はい、ね、うん、じゃあ次の質問いってみよう、次の質問いってみよう、はい、はいはい、千の前ご出演の思い出を聞かせてくださいと終わり、千の前ってのはあれ、千恵子さんの、千恵子さんの去年、一昨年、あの去年一昨年ですね、一昨年ですね、あれ出てないです
だよね。出てないです。出てない。見てました、客席から。客席から見てました、はい、これだからどなたと間違えたかっていうのそこをちゃんとしといた方がいいです ね。 その方にだから今度ラジオ出ていただいてちゃんと答えてもらった方がいいかな、うん、はい。うん、どうですか、千の前は。あ、もう素敵な舞台で見て、はい、あ、そうそう、見ての感想でもいいんじゃない、これ、はい、うん、素敵な舞台だった。いや、もう、はい、あ、そう、いつかは私も真ん中に立ちたいと。そうですね、はい。ダメだ、もう押すっていうところがだいぶ弱まってきちゃってるから押してくれないと。龍馬さんの、押せっていう感じがもう、あ、なるほどね。今日は俺は押したくても押してないんだから、せっかく俺が自分出さずに下手でこう、そうです、要所してあげようと思ってるんだから、もう頑張ります。押してくれないと。押さえて、はいはいはい、なるほどね。じゃあ千の前は素敵だったと、まあ、素敵だったと、はい、いつか私もあんなセンターに立ちたいということでいいですか。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。勘言わされてますけれども、次の質問いきます。はい、どうぞ。はい、いつ太鼓が好きになりましたか。ほう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 、太鼓が好きになった、いつから。さっきも言ったんですけどさっきじゃないですけど、あの幼稚園の頃からやってて、最初めちゃくちゃ嫌いでって言ったんですけども、ね、なんかいつっていう時はないんですけど、なんか気づいたら熱中してたっていう感じですね。まあ3歳からやってて、で気づいたら、ね、物心ついたらもう太鼓ありますからね、うん、熱中してたってことは。小学校の頃はどう、好きだった。あ、最初の方は嫌いでしたね。あ、じゃあ小学校の頃はまだ嫌いまだ嫌いでしたね。あ、でもそう言われてみると、うん、はい、鼓動の舞台見たぐらいからだんだんそういう嫌いっていう気持ちはなくなったかもしれないです。あー、なるほどね。なんか世界が広がったからかな、うん、なんかあるかもね。逆にでも嫌いって思いながらよく続けてた、ね、そうですね、本当よ。嫌いとは思ってないですけど、なんか、あ、なんでか行きたくないなみたいな感じでしたね、うん、今日も太鼓かみたいな。あ、はい、でも、まあ、嫌いとは思ってなかった。続けてはよかったとは思う、はい、思います。すごい、継続できないタイプなんで自分が何事も。なるほど。だからずっと続けてこれたっていうのはすごい大きいです、うん、太鼓に対して。さっきもねそれ言ってたもんね、はい、そうやって進路決めるときに続けてきたことだから間違いないかなって思えたっていうのは、うんうんうん、だからこれはね聞いてる方々でね、もしね、はい、今迷ってる方とか今、うんうん、なんか中学校小学校で、はい、太鼓をやっているね、はい、少年少女諸君がいましたら、青年たちがいましたらね、はい、続けなさいと、はい、続けることに意味がある、うんうん、めんどくさくても、うん、大変だなって思っても続けると、はい、そうですね、良いこともあるよと。力なり、 はい、いただきました、はい、ありがとうございます。まあ今のでいつ好きになったかはまあふわっとしたんですけどね。子供舞台みたいなのいつだっけ。小学校4年くらいですね。じゃあ小学校、中学年、中学年の頃に好きになりましたと、はい、っていうことがお答えですかね、はい、なるほど、はい、はい、うん、ということで、せっかくなんでリクエストフォームの方、あ、はいはいはい、今回質問のようなものが来てたので、はい、読みたいんですけど、はい、ラジオネーム、うん、タクトくんさん、はい、ありがとうございます。あ、これなんか前回の生放送の時に多分このチャット欄にいっぱい投げてくださってましたね、うん、テンポをキープする時に意識していることって何ですか。あ、テンポをキープする時に意識していることっていうのは、要は太鼓の曲を叩いたりとかっていう時に、はい、まあ、ある一定のリズムキープっていうか、走ったりしないで、あ、そうね、速くなっちゃったりとか遅くなっちゃったりとか、このリズムのテンポで行くぜっていう時に、はい、それをキープする時っていうのがあるんですけど、萌えが演奏中にそのテンポとかで意識するポイントだったりってありますか。なんか屋台林の締めとかの時は左手をこう、左手が走りやすい私の癖があるので、うん、なるほど、左手を意識する。なんかあれだよね、はい、そのだいたいその右手左手って僕たち言うけど、はい、まあ利き手は均等に叩けるけど、うんうんうん、まあ利き手じゃない方っていうのがちょっとブレがちだったりだとか、はい、まあどこ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 って叩くんだったらやっぱりどが右手でこが左手じゃない、そのどこどこ左手の方、まあ、楽譜で言ったら裏拍みたいなところ、はい、なんかそういったところを意識するといいんじゃないかなっていうふうに、よくね、それはあるよね、はいはい、うん、あとなんか研修場でもそういう稽古方法はありますけど、はいはい、うん、メトロノームを裏で撮るっていう稽古方法来ました。これおすすめでございます。これは、はいはい、研修場の時からずっとやってますね、うん、かか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 か
メトロノームでかっていう音が聞こえたら、その萌えちゃんの方が今裏でしたから、リスナーの皆さんね、急に始まってごめんなさい。その萌えちゃんの方を聞きなさいと、萌えちゃんの方を聞くようなつもりかな、カッカッカッカってなったのを1,2,3,4じゃなくて、うん、難しいねこれ説明するのね。1,2,3,4,5,6,1,2 じゃなくて1,2,3,4,5,6。まあ、裏拍をしっかり意識しましょうというところかな。はいはい、皆さんのも聞きたいですけどね。私たちですか、はい、いやでもメトロノームすごい、やっぱ今の裏拍で撮るっていうのはすごい大きいかな。テンポキープってなるとやっぱ一番はメトロノームですね。いろいろある。あとはなんかちゃんとその、みんなで合わせるっていうのもすごい大事かも ね、 そうですね。みんなで稽古するときには、あれですよね、その稽古としてやっぱメトロノームを信じながら 自主稽古するのと、なんだいざ演奏ってなったら、多少のその走ってしまうとか遅くなってしまうっていうのはやっぱフレーズごとには出てくるので、その一緒にやってる人とちゃんと他の人の音聞いて合わせるっていうのもその曲の進行では大切ですよね。そこもある。だから自分で稽古するときはメトロノームで、それを全体で稽古するときも持ち込んじゃうとさ、今度自分それぞれのメトロノームっていうかね、私が私がじゃなくて、みんなで音を出すときは全体の音をなんか聞きながらそこで合わせてこうグルーヴを作っていくみたいな感じの意識はあるかなと思います。いいんじゃないですか、これ結構たくさん答えられたかな、はい、ということなんで、そういうところを意識して練習してみてください。はい、ということでありがとうございます。もう一つじゃあリクエストフォームの方から、はいはい、ラジオネーム、はい、明智さん、ありがとうございます。初心者に対し見どころ聞く、聞きどころを教えてください。これは古道初心者ってことですかね。古道の舞台を、初めて見る人とか、そうです。まずは楽しんではそうなのですが、特にここを見て聞いてもらえると嬉しいっていうところはありますか。なるほど、古道の舞台とか古道全体の魅力みたいな、見どころみたいなところね、はい。明智さんはどうしても鍛え抜かれた体に見入ってしまいがちなのでと来ているので、それもありですよ。一つそれも一つの楽しみ方ですよね、だってあれだけポスターに出してるんですから、背中とかね筋肉っていうのはね、まあそこから入っていただいてもいいですけど、はい、その他にね、その他にもうじゃあなんかある。私あのファンだった時に、はいはい、古道の舞台を見てて、はい、あのまあ幼かったっていうのもあると思うんですけど、あんま音を聞いてなくて、はいはいはい、音を聞いてないっていうなんか誤解があると、あれなんですけど、あのなんていうんですか、ビジュアルばかりに 目がいっちゃうんですけど、やっぱ、古道に入って、まあ、古道のこだわるところってやっぱ音じゃないですか、だからなんかそこをやっぱ改めてポイントとして見ていただきたいなって思います、なんていうんですかね、音の違い、人それぞれのいろんな音があるっていうところをなんかじっくり聞いてもらいたいって思います。改めて音、ね、視覚ばっかではなく、はい、音に注目して聴いていただきたい。いやすごい共感できますね、それは。そうですね、まあ、このラジオも実はそうで、まあ、これ始めたきっかけでもあったんだけど、やっぱり声とかその音に耳を傾けることっていうのはすごいいい、僕たちも大切にしてるし、まあ、これ今さいろんなこう端末とか情報がさ画面から溢れてるでしょ。そういった中でこう目から入ってくる情報にすごく頼りがちになってしまうかもしれないんだけど、なんかそっと目を閉じてね、深呼吸してこう耳から入ってくる情報というか、そこにこう心をこう傾けてもらえることがね、古道ってすごいできるかなと思うから、なんかそうやって例えば公演ね、実際見に来ていただいた方だったりだとか、まあ、あのいろんなコンテンツ、デジタルコンテンツもあるけれども、そういうの見てもらうときに古道のぜひ音をね、目を閉じて聞いてもらえたらね。僕たちさ録音とかするときもさ、すっごいこだわってるじゃん。そうですね、だからほら映像付きの何かコンテンツ今いろいろ出てますけれども、はい、あれね、あのただバーンとカメラで撮っただけじゃなくて、ちゃんといろんなポイントにスピーカーを置きまして、あスピーカーじゃん、逆やマイクですね、マイクを置きまして、はい、本当にその場にいるようなあの音をどうやったらお届けできるかという工夫たくさんしてますから、こだわってますからね。もうぜひね、こうイヤホンとかヘッドホンとかそういうので、あの映像のコンテンツも音、注目して聞いてもらえたらなって思いますよ。はい、はい、うん、そうですね。鶴ちゃんなんかある、その他の魅力みたいな。魅力でも僕もやっぱこれを質問最初パッと見て思ったのはやっぱり音ですかね、やっぱこの鍛え抜かれた体に見入ってしまいがちとか、やっぱ演奏パッと見た時にやっぱ舞台を見るってなるとこう視覚的に見るじゃないですか、あえて公演の劇場に行って目を閉じて見るっていう楽しみ方もありかなと思って、
その曲をこう太鼓の視覚だけじゃなくてリズムとか音楽として捉えてみるっていうのはまた一つ楽しみ方かなと思って、やっぱ作曲してくれるメンバーもすごい音の噛み合わせだったりとか出す音一発一発こだわって作曲してたりもするんで、そういうとこに目を向けるという耳を向けていただいて聴いていただくのもまた楽しみの一つじゃないかなっていうふうに僕も思いますね。なんか本当に鼓動の舞台に関して言ったら僕もその音っていうところもあるんだけど、その視覚的なところもさ、萌が子供の頃にやっぱり視覚的なところばっかり見てたっていうのもそれはそれですごい魅力だと思うよね。だからなんか おすすめの見方としてはまずは例えば両方で聞くでしょ、今度目をそっと閉じてみて音で聞くでしょ、今度は耳を塞いでみる、そういった時に鼓動の人たちのこう打ってる姿とか、僕さ自分でその踊りとかもやるときに、これバリのさバリで出会った人からすごい言われたんだけど、体もバリの人たちって体の動きとかもボイスって言ってたのよ、君いいボイス持ってるねみたいな、例えば体の踊ってる動きとかっていうのも声っていう表現の仕方をするんだよね、向こうの人たちは体の動きを声として捉えるみたいな、あすごい面白いなと思って、 でもダンスとか踊ってる人たちもさすごく声が出てると思うんだよね体から。だからなんか僕の自分の去年の抱負だったりとかいつもテーマにしてるのが音から見えてくる体で体から聞こえてくる音みたいな、なんかまあ両極端な話だけど、なんかそういうことが鼓動の舞台の最大の魅力かなみたいな風に思うので、音と体両方なんか見てもらえたら嬉しいなと、そういう風な見方で見てもらえるとちょっと楽しみ方広がるかもね。そうですね、はい、すいません長くなっちゃいましたけど、はい、こんな感じだんだん萌え推しの推しじゃなくて、やばい自分たちのなんかこう大事にして萌えも積極的に自分推してはい、ありがとうございます、すいませんということでこれ推してってね、いや謝ることないんだよ、そんな鶴ちゃんの圧がすごいんだけど今圧じゃないですよまあこれ最後にゲストのみんなにいろいろ答えてもらって質問なんですけど、はい、今後の萌えの夢ありますか。夢、車を買うちょっと待って、ごめん、ね、ここまでさいろいろなさゲストの方登場していただいたんですけれども、はい、そういう夢じゃなくてね、はい、舞台人として、まあ、もちろんそういう夢でもいいよ、すごく具体的で現実的な夢だね、ぜひ頑張っていただきたい、はい、車を買うっていう夢に向かって、もう一つリスナーの皆さんにもやっぱり、ね、聞きどころとしてね、はい、これからまあ舞台人としてというか、まあ、鼓動の中にはい、いるという意味で、なんか今どういう夢がある？太鼓以外にもすごくいろんなことをやらせていただいてて、はいはい、その笛とか歌とか、はいはい、縦ごととかもあって、はいはい、でもなんか自分の中でなんか型というか、はい、なんかまだ今はこういろいろ触っていろいろ経験してってなってるんですけど、うん、なんかそういう意味で自分の型を見つけていけたらいいなってすごく思います。うん、そこが目標で。なるほど、はい、夢ね、はい、夢であります。あ、素晴らしいじゃないですかね自分の型を見つける、はい、そして車を買う。なるほどだそうですよ、つるちゃん。そうですか、ね、素晴らしいじゃないですか。いいんですかそれで。大丈夫です型ね、型、うん、素晴らしいと思います。はい、なんかそんなだからね、はい、萌ちゃんの型っていうのはまあ自分で作るのと同時に、こうやって見ていただいてる人たちにもなんかあるじゃない、自分たちのそのさ、お客さんからいただける声ってさすごく自分の力になるしさ、なんか見ていただいてる皆さんがなんか自分を作ってくれてるなって感じる時もまああったりするじゃん。なんかそういった意味でそういったところも含めて型みたいなのがなんかできてくるように、今日ね、いろいろ紹介しましたから、萌ちゃんのこと、はいはい、もっと自分で出していかなきゃダメだよね、最後まで強いから、はい、今日強くないですよ、ね、強いが、でもよかったよ、はい、いろいろ知れてね、ありがとうございます。やっぱ、せっかく人気あるんだから僕とは違うんだからやめなさいよ、こうハッピーに行きたいんだから、鶴ちゃんもさ、はい、あんなにさ、去年さ、頑張って人気出てきたんだから自信持たなきゃ。まあ、まだ押し足りないんだ、もしかして。いや、ちょっと最近悩んじゃってますよね。ちょっと悩んじゃってるのどうしちゃった2021年。始まったばっかり始まったばっかりでね、どうしちゃったの2021。もうこのラジオでできてしまったつるちゃんというはい、はい、キャラクター、うん、どう使っていったらいいのかいや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 、でもね、来てますから、なんかリクエストホームの方にもね、クジラさんからいつも応援してます、今年の番組企画希望は昨年大好評で爪痕を残した鶴ちゃんの突然乱入会を今年もぜひお願いしますなんて、今も来てんのよ。
お断りいたします。ダメでしょ、やります皆さん。まあでもね、つるちゃんっていうあのキャラクターっていうのはさ、はい、去年自分でも言ったんだけどさ、 TPO をさわきまえて、わきまえますよ、いろんな出し加減で気持ちいいつるちゃんっていうのをね出していくっていうのありましたから、はい、ぜひ今年もつるちゃん、はい、楽しみにしてます。そして萌えちゃんね、はい、あのだからつるちゃん萌えちゃんで今度やったら、僕こうやっているのほらお邪魔です。大丈夫、なんか二人でグー何も進まないみたいなそうですか。でもつるちゃん萌えちゃんにはリスナーの皆さんぜひね、期待しててください。これからもラジオガンガン出てもらおうかな。頑張ります。何気に萌えちゃんに関しては、はい、あのゲスト初めてっていう感じで初々しい感じでいましたけれども、ここのところずっと萌えちゃん出てますから。そうです、年末からもう立てて、はい、私見えてますからずっと萌えちゃん出てるんですよ皆さん。しれっとそういうことができちゃう子なのかもななんて思ってますけれども、ね、計算じゃないです、計算じゃないです、よかったです、はい、じゃあ引き続き応援よろしくお願いしますということで、だんだん、はい、エンディングの時間になってまいりました。はい、今日のラジオ、はい、自分を押せましたか萌えちゃん、どうでしたか。そうですね、でもやっぱ自分を知るって大事だなと思いました。なんかどこ押したい、うん、って言われて、うん、ここってすぐ言えるように、うん、やっぱこれから探していきたいですね、うん、改めてそうだね感じました。そうだね、うん、はい、そこは鶴ちゃん見習って、見習って僕も会ったわけじゃないですか、はい、僕もいいじゃないのよいざ自分で押そうと思ったけど、そう萌えと一緒だと思う、多分なんかそうなんだ、自分の回自分で作ったけど、うん、何押していいか分かんなくって、うん、うわどうしようどうしようどうしようって悩んだ結果ああなってしまったわけですから。なるほどそうそうそう、でも何かしら出るよね、はい、やっぱり自分のこと考えるって、ね、なんかいい機会になったと思うし、すごくいい機会になりましたね、はい、リスナーの皆さんにじゃあ、はい、今年の新山萌え、はいはい、どこ注目してもらうか、そうそう、メッセージを最後にいただけたらなと思いますけれども、なんですかね、はい、リスナーの皆さん聞いてください萌えちゃんからメッセージ、今年の、はい、今年は、はい、お金を貯めて、はい、車を買えるように、はい、節約して、はい、頑張っていきます。舞台じゃないそっちを押すんだね最終的に舞台じゃないんだ、多分今一番そこなんでしょ。真面目な話、そうなんです、できないんですよ今のは真面目な話じゃない真面目真面目っていうか、うん、ずっとふざけてた。舞台についてとかっていうのはまだおこがましいみたいな感じなの。そういう感じなんですよ。なんかいやわかるよ、でもこのラジオはそこをちゃんと言っていけるようにしないと。そうなんですよね、まあ、今年の目標でもあります。それはやっぱり皆さんに、うん、私はこう思ってますって、うん、はっきり言えるようなポテンシャルというか、うん、言うことって大切らしいから、心構え、うん、もうあの、うん、自分で僕はこうなりますって口に出すこと大切っていうから、うん、そうなんですか、うん、言っちゃった方がいい。頑張ります。よし。あ、でもよかったんじゃん。そういうのを皆さんもさ、はい、注目しながら今年1年、うん、萌えちゃん見てもらえたらいいなと思うし、またラジオとかね、はい、出てもらって次は、そうですね、もうちょっと深掘りしていってね、そうですね、どん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 知っていただいて、はい、で舞台にもねそれが生かしていけたらいいかなっていうふうに思ってます、うんうん、すいませんこんな感じで。いや全然ですよ大丈夫ですか大丈夫楽しかった。楽しかったです。あ、本当、はい、なんかねいいよね、みんなの話が聞けるとね、はい、はいはい、ということでここまでやってきていただきましたけど、はいはい、前回の放送でもこうきさんから話が、うん、ちょっとあったんですけども、うん、今年からこちらのハートビートラジオは隔週放送ということで、はい、次回のこのラジオの放送は2月の上旬、はいはい、第1週頃めがけて次のラジオをお送りしたいと思ってますので、はい、いやだからね2週間に1回ってことでしょ。そうですね。いやこれラジオ聞いてくれてた皆さんね、忘れないでほしいです本当に。ラジオのことは忘れちゃダメですよ。そう1週間空くからといってあーなんかあったなそういやとかってね、じゃなくて積極的にラジオも鼓動の活動もずっとチェックしていくことで、だからラジオやらないからなんか他のことお休みしてますじゃなくて、今年はこれからどん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 精力的にね、はい、ラジオもそうですしデジタルコンテンツもそうですし、もちろん舞台、ここ一番大事。その舞台がね本当にこういう状況下の中ですけれども、何足もわらじを履いて、そうですね、何足もわらじを履いてみんなでいっぱいいろんなわらじを履きながら今できること、はい、探していきながら今年もね邁進していきますので。そうですよ、このラジオ放送してない1週間は、あの皆さん待ち時間じゃないですかそうですよ、皆さんが次のラジオにどうやってコメントしようって考える時間ですから。そういうこと、皆さんのための時間です。うん、そういうことか。そういうことですよ、はいはい、みんなで作っていくラジオですからそう、そこ忘れちゃいけないんで、はい、ラジオを聴きのリスナーの皆さんも他のラジオを知らない皆さんにそこはラジオのことを広めつつ、
こういう面白いことやっていこうぜって、私たちと一緒につながりつつ一緒に歩んでいけたらいいなっていうふうに思ってますので、はい、次回のラジオを必ずお見逃しなくというか、お聞き逃しなくということでね、はい、よろしくお願いしますと思いますので、これからも末永くよろしくお願いいたします。はい、はい、ではまた次回のラジオに関してはね、これから告知があると思いますし、はい、まあ引き続き SNS での発信をチェックしていただくのと同時に、こちらの YouTube の概要欄にありますリクエストフォームの方もどしどしお待ちしております。読めなかった皆さんもどんどん次回はね読んでいけたらいいなと思ってますから、楽しみにしておいてください。はい、はい、では終わりましょうか。はい、ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったです。はい、それではまた次回の放送もお楽しみに。しみに、もいちゃんありがとう。ありがとうございました。もっと押さないとさ。バイバーイ。